ジャニーズ事務所問題が地方にも波及。平野市用のルーツと地元潰しの起こり、ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー北川氏の課題問題が表面化し、世界的な企業が一斉にジャニーズ離れを宣言する中、その影響は地方にも広がりつつあります。 この記事では、ジャニーズ事務所の問題が地方局に及ぼす影響と、平野市用などの地元出身者が感じる、地元潰し、の怒りについて探ります。地方局にも波及する、ジャニーズ離れ。ジャニーズ事務所の問題に対する企業の反応は、国内外で広がっています。 大手企業がジャニーズタレントを起用しない姿勢を示し、その波及効果はテレビ番組制作にも及びつつあります。特に地方局にとって、この問題は深刻な懸念事項となっています。民放キー局はジャニーズタレントに対して、罪はなく、現状の出演に変更はない、とのスタンスを取りましたが、一方で大手スポンサー企業は、ジャニーズ排除を示唆しました。 このため、多くのジャニーズタレントが出演している大型番組にも変革が求められる状況となりました。経済同友会代表幹事である新浪剛氏は、国際的な非難を避けるためにも事務所の体制改善が必要であると指摘しました。これに触発され、多くの企業がジャニーズタレントを起用しない方針を表明しました。カオー、日本マクドナルド、 第一三共ヘルスケアなどがその一例です。これにより、今後の収録予定のテレビ番組についても大幅な変更が予想されます。特に、ジャニーズタレントが多くキャスティングされている大型番組においては、大きな変化が待ち受けています。地方局に及ぶ24時間テレビの危機。 日本テレビの夏の恒例番組である24時間テレビもその存続が危うくなっています。この番組ではジャニーズタレントがメインパーソナリティとして起用されており、ジャニーズ事務所にとっても重要な位置づけとなっています。しかし、現在の状況下ではそのメインパーソナリティのポジションが揺らいでいます。24時間。 テレビは長らくジャニーズタレントがメインパーソナリティを務めそのポジションはジャニーズタレントのために設けられてきました。しかし、日テレの石澤明社長は未来の起用について未定と述べており、変更が不可避であるとの見方が強まっています。この変更がキー局に及ぶ可能性が高ければ、地方局にも波及するでしょう。 中京テレビや読売テレビなども地元のジャニーズジュニアをスポーターやメインパーソナリティとして起用してきましたが、その未来も不透明となっています。また、今年の24時間テレビの視聴率が低かったことも、ジャニーズタレントの起用効果について疑問の声を呼んでいます。地方の起こり、ご当地アイドルの座をジャニーズが奪う 一方で、ジャニーズタレントの地方局への進出が増えていることも事実です。名古屋地区の情報番組やローカル番組において、ジャニーズタレントが活躍しています。しかし、これに対して地元視聴者からは不満や怒りの声が上がっています。地元の視聴者は、地元発のアイドルを応援したいと願っており、 ジャニーズタレントが地元の番組に出演することに違和感を覚えています。地元民が応援したいアイドルがジャニーズタレントにとって変わられることに不満を抱いており、地元潰し、との怒りの声が広がっています。例えば、名古屋地区の情報番組、太地さん。では国分太地とニュースの小山慶一郎がマックとして出演しており、長寿番組、どうですか では A、B 知事の可愛く人がレギュラーとして活躍しています。これらの番組において、地元出身のジャニーズタレントが出演している一方で、地元のアイドルグループであるボイズメン、ボイメンの存在が縮小しているとの指摘もあります。ジャニーズ事務所の問題が地方にも波及し、地方局にも大きな影響を及ぼす可能性が高まっています。 大手企業のジャニーズタレント企業見送りがテレビ番組制作に変革をもたらし、キー局から地方局に至るまでジャニーズ離れの影響が広がっています。一方で地元の視聴者からは地元潰しの怒りや不満の声が寄せられており、地方局もキャスティングを見直さざるを得ない状況にあります。ジャニーズ事務所問題はジャニーズタレントだけでなく、 地方局と地元視聴者にも大きな影響を与えていると言えるでしょう。今後の展開に注目が集まります。